学生時代に付き合った彼氏は、ある時を境になぜか急にわがままになった。しかも、その内容が、あれは嫌、これは嫌、服が脱げない、着れない、ご飯食べさせて、みたいな子供っぽいやつで、やたらベタベタくっついてくるようになった。言葉遣いから、何から、あまりにも急に人が変わったし、人前でもやるから、ストレスが原因の幼児体効果。と本気で心配になって、それを彼氏本人に伝えたら、はぁ、と大きなため息をつかれて、わかってないなぁ、まるまるちゃん。わがままは男の罪、それを許さないのは女の罪だよ。ってドヤ顔で言われた。真面目に心配してたところに、そんなこと言われたから、一瞬で、ざーっと脳内が冷め切って、ま、気持ち悪っ。ってすで返してしまって、喧嘩になって、そのまま別れた。私が根回しするまでもなく、大学内でも、その子供っぽい振る舞いしてたから、すでにひそひそされてたけど、卒業してから、どうなったのかは知らない。後々、曲の歌詞だって知って、余計に、あのドヤ顔への気持ち悪さが倍増した。元の曲を叩くつもりはないというか、まさか、こんなに影響を受けるなんて、想定されてないだろうから。そこはあれなんだけど、世代も年代も、全然違うはずの曲を聴いて、なんで、あんな変な方向に、はっちゃけたのか、未だにわからない。わがままはわがままでも、いい歳して、学食のサラダを見て、人参嫌い。パプリカもやだ。まるまるちゃんが、僕の食べられる状態にしてくれないと、食べてあげない。って、フォークで皿をカンカン叩きながら、押し付けてくるのを、受け入れる人は、そうそういないと思う。